おお、いい予感。謝るかも。なんか産婦人科に行ってたみたいな記事。産婦人科？いや。誰が？マン。そうなの？だから3人目の子供よ。ああ。そうなんかね。どういうこと？何をおっしゃってるの？面白いこと言おうね。ね、妄想が激しい。もう一回考え直してほしい。考え直す考え直してほしい。面白いよね。もうダメだ。そう、面白いよね。黒幕なんでしょ。何が何が、はあ、黒幕工藤静香でしょ。なんかマミってすごい超能力みたいな感じで抱えてる時がある。いやもう黒ひげやんと。強いじゃん、マミ最強になってる、うん、めっちゃ強いラスボスキャラみたいにちょっと描かれちゃってるからね。そんな強いんだ。でも本当にそうやって書く前に一回マミに会ってほしい。ね、たら本当に分かるから、てかすいませんってなると思う。すいません。面白い。いやでも見てるこっちは面白いけどね。ね、いろんな記事が出てらっしゃって、料理がね、まずそうとかね、書いてらっしゃって。食べてみてください。普段何食べてるの？でも家族全員本当にマミーのお料理が大好きで、全然外食とか普段しないんですよ、あまりね。外食ね、お寿司ぐらいじゃない？うん、お寿司誕生日の時にとかおしゃれして、どうせ今日のこのライブのことも後でどうせ気になる。その言っちゃったよ、どうせ。反撃とか言って。ううだって本当のことしか言ってないんだもん。面白いよね。ああ。盛り付けがちょっとねだって。そんな料理しなきゃとか思ってないですよ。盛り付けがちょっとねってマミの手料理のことでしょ。でもね、マミは絶対誰よりも栄養面とかね気をつけてくれて作ってくれてるから美味しいご飯、うん、ありがたいです。美味しいしね。美味しいよ、うん、美味しければいいのよ。なんか普通に見た目綺麗だしね、うん、割とメンタル強いって、強くなきゃどうしようもない場所っていう。ね、でもね、ずっとマミーとちょっと見守ってきてもらって